こんにちは。3月21日木曜日、豊島情報スクエアです。豊島区本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお送りいたします。さあ、今日は広報豊島情報版の発行日です。中を見てみると、来月発行される広報豊島特別号豊島プラスの配布期間の情報なども載っていました。ぜひ一度ご覧ください。それでは豊島区の最新情報、ニュースフラッシュです。今日はこちらの話題をお伝えいたします。まずは新型コロナウイルスワクチン接種に関するお知らせです。現在実施している無料でのワクチン接種は、追加接種、初回接種ともに令和6年3月31日で終了となります。接種をご希望の方は期間内に余裕を持って接種してください。なお、令和5年9月20日以降に追加接種をした方は、さらなる追加接種はできませんのでご注意ください。接種券は令和5年春開始接種を豊島区の接種券で接種された方に順次送付していますが、接種を希望しお手元に接種券のない方は、電話かウェブまたは池袋保健所の窓口での接種券の発行申請が必要です。詳細は豊島区ホームページをご参照ください。なお、豊島区発行の令和5年春開始接種の接種券を未使用のままお持ちの方は、令和6年3月31日までご使用いただけます。接種会場は区内およそ150カ所の個別医療機関などです。対象となる医療機関は、接種券に同封されている接種実施場所一覧や豊島区ホームページをご参照ください。イケバスアトカルツアーが開催中です。土曜日、日曜日、祝日を中心にイケバスアトカルツアーとして、魅力的な区内観光スポットおよび文化施設をイケバスで回遊散策しています。真っ赤な可愛い色が目印のイケバス、電気で走り環境に優しく作られています。午前は東コース、午後は西コースを添乗員のガイド付きで巡ります。不定期でスペシャルコースの運行も行います。なお、どなたでもご参加いただけます。東コースでは鈴木慎太郎記念館、大塚駅周辺、大正大学巣鴨大台観音堂などを回ります。西コースでは自由学園明日館、熊谷森風美術館、トキワ荘漫画ミュージアムなどを回ります。東コースは1,000円、西コースは2,000円です。ご自身が参加したいツアーを選び、一般社団法人豊島アートカルチャーまちづくり協議会ホームページよりお申し込みください。なお、イケバスは四季折々の風情を楽しんでいただくため、窓を開放して運行しております。体温調節が可能な服装でご乗車ください。豊島子ども会議を実施しました。子どもが区政などについて話し合い意見を表明する場として、区では豊島子ども会議を実施してきました。7月から8月の間にあらかじめ定められたテーマに沿って4つのチームごとに活動しました。各チームではファシリテーターとして配置された区職員がサポートしました。意見発表会では、ジャンプのような中高生が遊べる居場所を増やしてほしい、障害のある方についての YouTube を子ども向けにしたいなど、さまざまな意見が出ました。そして1月の報告会では、子どもたちの提案に対して区の取り組み状況を報告しました。令和5年度に続き令和6年度も開催予定です。参加者募集については5月頃に公募予定です。区ホームページや広報豊島などで告知します。ご希望の方はぜひご参加ください。桜を楽しめる第22回ソメイヨシノ桜まつり開催のお知らせです。ソメイヨシノ発祥の地の駒込で、桜を楽しみながら春の訪れを感じることができる第22回ソメイヨシノ桜まつりを開催します。開催日時は4月7日日曜日、午前10時から午後4時までです。
会場はソメイヨシノ桜記念公園です。当日は模擬店や宮城県や新潟県、広島県の交流都市による物産展が楽しめます。ぜひこの機会に普段はなかなか手にできない自治体の特産品をご賞味ください。またオープニングでは十文字中学高等学校の吹奏楽部によるパレードやソメイヨシノ桜の観光大使の登場で会場を盛り上げます。さらに着付けショー、桜ツアーやリサイクルバザーなど高齢の方からお子様まで楽しめる企画が目白押しです。文化観光課と障害福祉施設のネットワークハートの木が連携して駒込巣鴨の地域ブランドであるソメイヨシノ発祥の地を PR するために開発した桜風味のブールドネージュを豊島区ブースにて数量限定で配布します。その他豊島区 PR キャラクターである豊島七丸を桜仕様にデザインした風船や不織布バッグなどのグッズも配布しますので、ぜひ豊島区ブースにお越しください。詳細はホームページにてご確認ください。ご興味のある方ぜひご参加をお待ちしております。以上ニュースフラッシュでした。続いては特集です。今年1月に行われました創造アイデアロボットコンテスト全国中学生大会、その応用発展部門で豊島区のある中学校が東京勢として初めて優勝しました。今回はそのメンバーと顧問の先生にお越しいただきお話を聞いていきましょう。では今日のゲストです。豊島区立千歳橋中学校ロボット部顧問の福井克美先生、そして豊島区立千歳橋中学校ロボット部の皆さんにお越しいただきました。皆さん今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日はロボット部のメンバー6人来てくれたということで、まずは自己紹介をお願いします。はい、前部長の青木和明です。ロボット操縦係の孫立芳です。前副部長で、サポート係の戸田優斗です。ロボット操縦係の高橋翠です。サポート係の塩場真也です。はい、応援係の北野ジオンです。皆さん優勝まずはおめでとうございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあではまず優勝した創造アイデアロボットコンテストというのは一体どういった大会なのか、福井先生教えてください。はい、これは全日本技術家庭科教育研究会というところが主催をするロボット競技の大会です。はい、2000年に第1回が行われ、今年度23回目の大会でした。ロボットの作りによって3つの部門に分かれるんですが、はい、チームチトキチ、これが彼らのチーム名なんですが、はい、出場したのはロボットの作りが一番複雑な応用発展部門という内容になっています。なるほど。さあそんな大会で東京勢として初めて優勝を、ね、飾ったということなんですよね。大会の前に手応えはあったんでしょうか。前部長の青木くんどうですか。はい、今まで順調に勝ち進んできたとはいえ、全国大会っていうところでどこまで行けるか分からなかったので、期待と不安が半々くらいでした。そうだったんですね。でもなんで今回優勝できたと思いますか。はい、チームのみんなでいつも通りの雰囲気で、あまり緊張せず、自信を持って大会に臨めたっていうところが、こう勝因だと思います。そうなんですね。さあ皆さんは優勝してどんな気持ちだったのか、お一人ずつ教えてください。今でも実感が湧かないほど驚いていますそうなんですね、はい、去年の都大会、去年と一昨年は都大会初戦敗退ぐらいだったんですけど、今年まさか全国優勝できるとは思ってなくてすごい驚いてます。そうだったんですね。東京都大会でも優勝でき、それからどんどん順調に勝ち進むことができて本当にびっくりしています。びっくり。去年の、去年もこの大会でこのメンバーで出たので、今年もこのメンバーで出て優勝できてよかったです。はい、僕は、厳密にはちょっとチームメンバーじゃなくてちょっと面白半分でついてきただけなんですけど、まさかちょっともう都大会優勝できた時点でもうちょっとよく分かってなくてもうそのままなんかもう本当になんで勝てたんだろうっていうくらい勝率が良くてそのまま関東全国というふうに勝ち進んでいけて、
こんなことになるなんてもう本当に、ま、もうかけらも持ってませんでしたいや応援が、ね、あったからかもしれないですよねさあそんな快挙を、ね、達成した皆さんですが、まずどういったルールの大会で優勝したのか確認してみたいと思います。ということで福井先生お願いいたします。はい、はい、今画面に出てきたのが試合会場コートになります。競技の名前がもっと支援物資を運搬せよというのですが、チーム対チームの対戦形式になります。ルールはシンプルで、ロボットを使って制限時間内にコート中央にあるアイテム、この場合ボールですけれども、それを4箇所の自分のゴールエリアに運搬する置く競技になります。そのボールをより多く運搬できたチームが勝ちとなります。手動操作によるメインロボットは2台まで作成でき、自動でゴールを狙うメカ、これはびっくりドッキリメカというのですが、はい、この自動制御のメカは1台製作することができます。そうなんですね。さあそんなロボットたちどういった動きをするのか、作成したロボットの紹介 VTR があるということですので、まずはご覧ください。まずこのように試合が始まると2台のメインロボットが、1台はボールを取りに、もう1台はこのようにビッグイドキリメカを起動させに行きます。そしてこのように1台のメインロボットはビッグイドキリメカにボールを入れ、ボールを入れられたビッグイドキリメカは最初に並ぶ先ほどのケースの通り、その次にこのピラミッド型の部分にボールを入れます。で、その後の2回目と3回目はこのようにピラミッド型の部分だけにボールを入れるようにしてあります。このようにメインロボットがボールを取る、ビッグイドキリメカがボールをここに乗っけるというような構造、まあ、分業のようなことをすることで、ビッグイドキリメカが一気にボールをメイト型の部分に乗って手を2倍にすることができます。少し効率的な構造になっているのではないでしょうか。なるほど、分かりやすい。小さい方の2台が手動で動いて、大きい1台がこの自動制御で動くということなんですね。さあチームチトキチのロボットをどんな思いで作ったんですか、青木くん教えてください。はい、私たちは全員3年生ということで、この、まあ、練習時間というものをあまり取れないだろうと考えたので、人の手に頼らず動いてくれるこの自動制御のロボットの製作に力を入れました。この6人のメンバーで役割分担などはあったんですか。はい、私は主にこの、まあ、自動制御のロボットの製作を担当し、孫くんと高橋くんはメインロボットの担当、そして塩賀くん、北野くん、戸田くんは私たちのロボット製作のサポートをしてくれました。まあ、自動制御ということでプログラミングだと思うんですけど、もともとプログラミングとかは得意だったんですか。私は小学校でパソコンクラブに所属していて、はい、まあ、そこでスクラッチというソフトを使ってゲーム作りをしていたので、まあ、今回のプログラミングにも抵抗なく挑戦することができました。そうだったんですね。いやでも先生、彼らのロボットをご覧になっていかがですか。はい、私担当教科が社会科なもんですから、はい、ロボットのこと素人なんですけど、こんなことで生徒すごいなと思いました。本当にそうですよね。ということで今回は実際にロボットを動かしてくださるということなんです。では皆さんお願いします。はい、まずはなんかネット、カゴのついたロボットがボールの方に向かってきましたね。そしてボールに、あ、なるほど、こう貼ってあるネットがゴムだから押し付けるとカゴの中に入るようになってるんですね。へー、あ、
なるほど、ちょっと動かしながら入って、あ、今5個ボールが入りましたね。そして、あ、すごい、 1,2,3,4,5,6,7 個入りました。結構カゴいっぱいになりましたけども、お、これを続いては、あ、後ろのロボットに、あ、受け渡しました。そうすると、はい、お、あ、急に動き出しましたね、大きなロボットが。上に上がって、あ、ボールが入りました。あ、またまた上がって、わー、これで全部入りました。いやー、素晴らしいですね。いや、実演ありがとうございました。さては、これでね、全国大会優勝という快挙を、ね、成し遂げたということなんですけれども、まずこの中学校にロボットを、ね、作る部活があることに驚きなんですけれども、先生、この千歳橋中学校ロボット部、どういった歴史があるんでしょうか。はい、千歳橋中学校のロボット部は平成19年から全国大会11年連続出場、はい、都大会15年連覇の伝統のある部活なんです。ただ令和に入ってから部活を立ち上げた顧問の先生、その後の技術の先生が相次いで移動してしまって、はい、でそこにコロナ禍も重なって、はい、なかなか活動がままならない時もたくさんありました。そんな中でも子どもたちはできる限りの活動を続けて今回の全国制覇につながったと思っています。そういった状況でありながらもみんなで、ね、こう団結して、ね、頑張ったということなんですね。さあ、今回の優勝メンバーの皆さん3年生ということですので、この春4月からは、まあ、高校に、ね、進学したりすることになります。皆さん進学されてもロボットやこう技術的なことは勉強したりするのか、ちょっと聞かせてくれますか。はい、まあ、僕は高校ではないと思います。部長がないと、ね、言い切りましたけどね。そうなんですね。他の方はどうですか。私も高校ではないです。ちょっと違うことにチャレンジしたいかもしれない、はい。僕は高校ではコンピューター部っていう部活があるので、そこに入ってプログラミングとかロボット制作とかやっていけたらなって考えてます。コンピューター部またちょっと違いますよね。自分は高校に入っても2人と同じくあまり考えていない感じです。入ってから、ね、決めるのもいいかもしれないですね。はい、自分は、ロボットに関わらず機械とか電気について学ぼうかなと思ってます。わ、すごい、もう決まってるのも、ね、素敵ですよね。はい、自分はちょっと高校がちょっと農業系の方になってしまったので、はい、まあ、おそらく二度とないんですけど、ね、二度とこういったロボットでなくない、ちょっと全く考えていないんですけど、はい、やはりまあ一つ例を挙げるとするならば、やはりどうしても彼女が欲しいというのが切実な願いになる。願い、切実な、ね、願いが、ね、あるということで、皆さん夢は、ね、それぞれですからね、いいですよね。さあ、ではせっかくですので、将来の夢目標もお願いします。はい、あ、僕は大学で理系に進んで、そこでさまざまな研究などしたいと思っております。研究かっこいいですね。はい、続いてどうですか。私も、理科と数学というのがすごい好きなので、うん、理系に進んでいきたいと思っています。うん、好きなものを、ね、生かすというのはいいですよね。僕は、プログラミングとかそういうことでロボットに関わっていけたらなって思ってます。お、ロボットいいですね。自分は本当に決まってないので、高校に入ってなんか楽しいこととかを探していけたらなと思ってます。うん、これから見つけるってのもいいですよね。自分は、ロボット関係に、まあ、ロボットに関わるような仕事に就きたいなと思ってます。ですね。まあ、自分もちょっとさっき言っちゃったんですけど、切実な願い出ちゃいました。そうですね、はい、ちょっとやっぱちょっと抑えきれないくらい、抑えきれないか、彼女がどうしても欲しいと。夢があります、頑張ってください。ちょっと現在募集しております。現在募集中です。さあ、そんな子どもたちの、ね、お話、桐先生いかがですか。はい、まあ、この子たちは一つのことに熱中するとやり遂げるので、将来安心しています。そういった意味で、まあ、豊島区の未来も明るいかなと思っています。本当ですよね。さあ、今回は豊島区から全国制覇ということでお伝えしてきました。豊島区立千歳橋中学校ロボット部顧問の福井克美先生、そして豊島区立千歳橋中学校ロボット部の皆さんにお越しいただきました。皆さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。では、さようなら。